はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。さて、9月の新車トミカの情報が解禁いたしましたね。今日はね、声つきでちょっと見ていこうかなと思いますけど、すごいラインナップです。9月もお金がやっぱり足りませんね。はい、ということでまず見ていきましょう。こちらはね、まだ公表されておりません。楽しみに待っていてねということで、こちらは多分初回特別仕様付きの通常トミカだと思いますね。楽しみになってて何でしょうかね。そしてもう1台ナンバー89番山岳救助車、これはね、車両は使い回しですよね。まあ、警視庁の山岳救助隊の、カラーバリエーションで、あとルーフキャリアとかは一緒ですよね。で、廃盤になるのがナンバー89番ランボルギーニシアン AKP37 ということで、こちらもね、まだ持っていない方はぜひぜひ買いましょうね。かっこいいんでね、シアンも。そしてロングトミカも登場ですね。ナンバー136番 UD トラックスクオンタンクローリー、これすごいな。シンプルやけどめちゃくちゃかっこいいぞ。トラックの方もね、なんていうんかね、グレーのメタリックみたいな感じのカラーリングで、タンクの方もクリアでね、すげえ。これ本体取り外しと左右稼働で側壁取り外しということで、これ透明な部分が取り外し可能なんでしょうか。そしてナンバー136番の小松ハーベスタ 931XC、 こちらはね、林業のロングトミカですかね、そちらが廃盤になります。こちらですね。で、ディズニートミカから、かわいいねこれ。まあトミカじゃないけどな。まあこの辺はね、基本的に集めてないんで、まあまあ、ご了承ください。で、同じく熊野プーさんが登場ですね。かわいいね、こちらも。さて続いては、こちらもサリーですね。モンスターズインクのサリーのトミカが登場します。こちらもスルーで、ラプンツェルのね、なんか馬車みたいな感じなんでしょうか。かわいいね。結構ディズニー系が出ますね、たくさん。こちらバズで、耳が透明ですね。クリスタル系でしょうか。かわいいね。これも集め買いがあるんじゃないでしょうか、ディズニー好きな方たちはね。僕はね、あんまりディズニーを集めてないので。そしてカーズトミカから、すごくかっこいいライトニングマックイーンの2023年特別仕様ですよ。まあ映画ではないよな。カーズ系のトミカオリジナルのカラーリングなんかな。ライトニングマックイーンデイ2023年を記念した特別なカラーリング、メタリックブルー、めっちゃかっこいいな。でもこれね、カーズ系は全然集めてない。これもね、好きな方はね、いいんじゃないでしょうか。そしてまたまたトミカプレミアム、ナンバー9番フェラーリ F355、またフェラーリかよっていう感じなんですけど、まあ非常に名車ですよ。名車やけども、ちょっとフェラーリ控えめにしてもいいんじゃないかなっていう感じですね。通常版が赤色で、発売記念仕様が黄色、これは毎度おなじみのカラーリングになってきておりますね。ナンバー9番ということは、あのフェラーリ DZ が廃盤ですね。残念ですけど、もうフェラーリ今何代目、5代目ぐらいですかね現状。もうフェラーリじゃなしに違う車両が来てほしいんですけど。そしてそして、トミカトランスポーター、三菱ランサーエボリューションがね、トランスポーターで来ましたよ、こちらで。今回はね、荷台にトミカとだけで書いてあって、三菱のマークは入ってませんので、いろんな車両で試せるよということで、第1弾の NSX とフェアリ DZ、 そして、ランボルギーニはもうそれだけだったんですけど、今回からはトミカですね。荷台の部分がかっこいいな。三菱ランサーが、ブラックですね。トランスポーターもブラックと、荷台がシルバーかな、白色か、シルバーっぽいですね。はい、いいね。これもまた集め買いがあるんじゃないでしょうか。お金足らんのよね。そしてまたかっこいいのが登場しました。トミカトランスポータースバルインプレッサー WRX タイプ R STI バージョンですね。トランスポーターはこれは何でしょうか、メタリックブルーみたいな、あのカーズみたいなさっきの色ですけど、めちゃくちゃかっこいいね。でインプレッサーはね、イエローということで、かっこいいな。こちらもね、トミカとだけ書いてあるので、
スバルオンリーとかそういうわけではなさそうですね。皆さんこれは買いですよ。そしてホンダ NSX3 モデルズコレクション、またトミカギフトのプレミアムバージョンでね、NSX が今回登場しますね。ホンダ好きですねこれ。でカラーリングはシルバー、レッド、イエローということで、かっこええな、すごいね。もう勘弁してよっていう感じなんですけど、いくらお金があっても全く足りません。この辺はおいおいっていう感じにしようかな。1台どれか買えたら買おうかなっていう感じですね。はい、非常にいい車両たちがね、登場いたします。そしてタカラトミーモールから、ドリームトミカスペシャルディズニーモータース、ミッキーのハンバーガーショップトミカ付きが登場ですね。こちらも非常に可愛いですね。集めてる方はね、ぜひぜひ予約をして購入していってください。以上で9月の新車トミカは終了ですね。はい、皆さんいかがでしたか。どのように9月を攻略するか、全部外か、欲しいやつトランスポーターか、 NSX のコレクションか、楽しみですね9月はね。お金が飛びますけど。はい、ということで今回は9月の新車トミカの情報をね見ていきました。ご視聴ありがとうございます。それではさようなら。